学校法人老工学園は日本の学校法人の一つ、大阪府摂津市に本部を置く。1951年に学校法人中山学園として認可され、1995年に学校法人中山老工学園と改称。2009年には学校法人老工学園と改称した。大阪府摂津市三島三丁目五の36泉、場では、 星小中学校を設置していることになっているが、実際は2018年現在に至るまで、未だ開校されていないと初名称として制定された中山学園は、中山成功所により、学園が設置されたことに由来している。理事長も、中山成功所の創業者で、当時の社長であった中山栄知が務めた。その後も、中山成功所社長の中山育夫や、 中山創業社長の中山雄二などが理事長を歴任した。1995年に設置学校の名称が星小高等学校に変更するのに伴い、卒業生等からの強い要望を踏まえて、旧校名である何和工業高等学校の略称、並子を学園名に組み入れて、学校法人中山老高学園とした。その後、2008年の創立70周年を契機に、 学園名を解消する計画が浮上。運営陣一心による過去からの脱却を進めるため、最終的には、学校法人名から中山を外し、学校法人老工学園都市、現在に至る、星小高等学校。ありがとうございます。